こんにちは。今日は海外で発売されたマイクロマスターからスポーツカーパトロールの4人を紹介しようと思います。まずはブラックジャック。この時代のトランスフォーマーは正直言って単純です。しかしトランスフォーム、すごくかっちりとした作りなんですね。なのでちゃんと普通に出します。続いてハイパードライブ、トランスフォーム。マイクロマスターの自動車タイプのものは多くがフロントを倒して足を伸ばす、それが中心になってます。それが倒れちゃいましたね。前なのか後ろなのかでイメージが変わってますね。続いて D ツアー、やはりこちらも足を下ろしてフロントを倒す、ブラックジャックと全く同じ変形になってますね。そして最後に4人目、ロードハガーです。これもやはり足を伸ばしてフロント後ろに倒すだけ、ハイパードライブと同じ変形になってるわけですね。ここから先立ってご紹介させてもらったダイノゴツたち、彼らのような進化を遂げるかと思うと、このサイズのトランスフォーマーの誕生は決して無駄ではなかったはずですし、ここからの応用が多くの名作を生んでます。非常に小気味のいい変形なので、個人的にはこのマイクロトランスフォーマーというシリーズ大好きでした。またこの4人、ブラックジャックを除いて日本では売られてない色に見えますが、実はブラックジャックも本体のカラーが違うので、実は4色とも日本ではリリースはされてません。また海外ではディセプでしたが、日本では全てサイバートロンサイドになりました。手に取っていただける機会があったら、ぜひこの名作シリーズ手に取ってください。以上です。